皆さんこんにちは、ゆかりです。心です。たつききらりのゲーム実況チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回はサガフロンティアリマスターです。近日の続きをするのかな。そうよ。今回はクーロンの自然洞窟で取れる保護のルールについて解説するわね。そうなのね。それでどうすればいいの。まず保護のルーンはクーロンの自然洞窟で取れるんだけど、クーロンから徒歩で行くより近道があるのよ。そうなんだ。その方法は？ムスペルニプルにいる妖魔の君の一人、指輪の君のバジュイユに飛ばしてもらうのよ。そんなことができるんだ。バジュイユに話しかけて特に用はない、知りませんでしたと回答すると、怒ってクーロンの自然洞窟まで飛ばされるのよ。今飛ばされたね。それでこの飛ばされたところが、実は保護のルーンが取れる場所の近くなのよね。マジですか。わざわざ怒らされていいように使われるって。バジュイールからしたら良い迷惑ね。まあただの NPC だからね。気にする必要はないわ。いくら NPC でもやっぱり忍びないというか、そういう気持ちにもならない。ごめんなさい。ならないわ。うん、そうだろうね。知ってたよ。なお、自術イベントで根っこの町で砂の器を購入して帰った後は、バジュイールに無言で時間妖魔のリージョンに飛ばされるようになるので、クーロン自然洞窟ルートは消滅するので注意してね。そうなのね。でもわざと怒らせるのは嫌だからそっちの方がいいよ。そんなことを考えるのはあなたくらいだと思うわ。そんなことないよ。それであとは自然洞窟を進むのね。そうよ。途中でアイテムが落ちてるので、拾ったり敵に当たったりしながら進むと時間がかかるようにも思うけど、純粋な距離だけで見れば少しの距離よ。そうなのね。それじゃあここからは再生速度を早めましょうか。それがいいよ。お願いします。速くなったね。そうね。今マップが変わったけど、ここまで来ればもうすぐよ。そうなんだ。敵が鬱陶しいね。避けにくいところにいるからね。まあでも RPG は、戦闘やレベル上げも楽しみの一つだから、仕方がないと思うわ。確かにね。ここの足のマークがあるところはダッシュで行かないと落ちるので、気をつけてね。そうなのね。一瞬すぎてよくわからなかったよ。さっきもちょっと映ったわね。戦いが終わったら見てちょうだい。わかったよ。今右側に映ってる道が途切れてるところね。そうよ。もう画面が切り替わったけどね。それでまだ着かないの？もうすぐよ。そうなのね。この先がボス戦ね。ここだね。このボスって強いの？このボスは前にいるワームブルードが一体でも倒されると、全体攻撃の自信を使ってくるのよ。それがちょっと厄介といえば厄介ね。そうなのね。でも自信対策でジェットブースを装備していたり、そもそもそれなりにレベルを上げてからだったら、負けるようなボスではないわ。そうなんだ。あとは今も使ってるけど、マジカルヒールで回復されるのが厄介なくらいね。回復されるのは確かに厄介ね。まあでもそもそもボスの HP でも約3300で、雑魚のワームブルードは約800なので、回復されても気にせず攻撃していけば、そんなに苦戦することはないと思うわ。そうなのね。そういえば雑魚の名前はワームブルードっていうのは分かったけど、ボスはなんていうの？ボスの名前はクエイカーワームね。自信を使ってくるからクエイカーワームなのね。安直なネーミングよね。そうだけど、そもそもゲームの敵の名前なんて、そんなもんじゃない？確かにそうね。ところで結構長い間戦ってるよね。そうね。でも負けそうな感じでもないでしょ？そうだけど、相手の攻撃も大したダメージではないしね。そう言ってる間に倒したね。簡単だったでしょ？そうだね。まあでもレベル次第では対策をしていないと全滅も考えられるボスなので、油断はしすぎないようにね。わかったわ。それでこの後ルーンが手に入るのね。そうよ。
ここでは保護のルーンね。これで3つ目よね。そうね。あとはディスペアの解放のルーンね。次回も楽しみだよ。そうだけど、ここからの帰りは普通に自然洞窟を抜けて、空論の裏通りまで徒歩なので頑張ってね。帰りの方が大変だね。そういうことよ。それでは今回はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。高評価もしていただけるととても嬉しいです。